皆さん、今映ってるこのでっかいイカちゃん、何かわかりますでしょうか？これはですね、テンヨウイカと言いまして、新しいスプラトゥーン3の新シーズンに出てくる、新しいスペシャルウェポン。ニューウェポンでございます。新しいってたくさん言ってるな、なんか。なんかスプラトゥーン1に出てくるダイオウイカに少し似てるんですけど、実はタコちゃんバージョンもありまして、まあ、タコにもなれると。まあ、イカがタコか、まあ、自分のね、容姿に合わせて、テイオウイカ変えれるみたいなんですけど、攻撃力があんまりない代わりに、広い範囲攻撃ができるのと、まあ、相手の攻撃も防げたり、ZR ボタンを使ったチャージ攻撃は、一撃で倒すことができるというね、新しい要素が加わったスプラトゥーン3、ちょっと楽しみですよね。やばい。久しぶりにつけたぞ。Wii U。誰だこれ。誰だこれは。なんだこれは。なんだ。スプラトゥーン始めるぞ。スプラトゥーン1だ。みんな多分知らない人も多いかもしれないけど。スプラワームを久しぶりに起動しました。なんかテイオウイカが使えるということで、テイオウイカの元となったダイオウイカというのを今からみんなでね、お見せしていきたいと思います。あ、みんなで言ってたっけ、みんなにですね、日本語が最近おかしいと僕は指摘されました。いい歳してな。おーやってきた。多分これあれだよね、追加コンテンツのさ、エキスパンション買えばさ、多分スプラ3もこのスプラ1仕様になるんだろうな。はい、よろしくお願いします。ニュースは塩カラーズが読んでくれます。これもエキスパンションやってくれるのかな。どこまでやってくれるのかわからないですよね。2月28日にね、配信開始みたいなので、ちょっと待って、頑張って待ってみましょう。うわー、懐かしいステージ2個、やべえ。はい、これがスプラ1の試し場です。なんかすごい懐かしいんですけど、知らない人知らないでしょ。これ今リールガン使ってて、スペシャルがね、ダイオウイカなので、とりあえず塗ってます、今。はい、まあ、どんな感じのなのかお見せしたいと思うんですけど、久しぶりすぎてマジで忘れてる、マジで忘れてる。これいくよ。溜まったのでいきます。キャンプすると敵を倒せます。まああと移動できるんですけど、まあ、発動時間ちょっとね、これ修正来ちゃってて、スプラ1って弱くなっちゃってるんですよ。なのでイカロールできない。イカロールができないのなんか変な感じするな。これさ、ダイオウイカさ、イカ速度つくと、もうちょい速くなるんですよ。なので、イカ速度をつけると、単純に強化ができます。20分ぐらい待ったぞ。マッチしたぞ、みんな。ダイオウイカ使える。ついに皆さん、ダイオウイカを使えるようになりました。塩の目油田。あんま知らないでしょ、このステージ。出てくんのかな、スプラワンのステージで。まさばかいが出てきたってことは、もしかしたら出てくるかもしれない。で、マッチしたんだけど、ただただハイドラ2枚だし、バレル3枚じゃん。南と北ってのがありまして、ダメだ、みんな。これダメだ。これダメだ、これ。これダメだ。俺今、何も見ないように戦うわ。これね、ダメだ。うわ、上から来る。ダイオウイカだけ使いたいな。ダイオウイカだけ。何も見ていない。俺は何も見ていないからな。やべ、遊んじゃってる、もう。敵が遊んじゃってる。ほら。遊んじゃってる。ダイオウイカだけ貯めたい。ダイオウイカだけ使わせて、敵さんに。お願い。20分待ったの、俺。20分待って、これはひどいよ。あ、やばい。これ映せない。みんな映せない。グルーモン。映せない。このまま敵のとこ行ってくるわ。こんにちは。あ、ダイオウイカ、こんにちは。こうやって倒すの。怖い。何より怖い。ああ、仲良くなっちゃった。ああ、なんか飛んでるんですけど。20分待って、これですか？俺の時間返してください。
これを動画にしなきゃいけないくらい今、マッチしないんですよ。皆さん、見ないでおくわ、何も。何も見ないでおくから。この先何にもなさそうだね。スプラ3っぽいステージないかな。あれなんだろうな、あの長いやつ。あれのサバ海峡とかだったりしないか、さすがにな。さすがにな。しないよな。クラゲいる。すげえ。撮ってますね、スプラ1もしっかり。ただ面白いもの皆さん見せたいけど、ここの裏側いけるんですよ、ここ。ほら。間違った。